あ、結構パンチ効いてますね。Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. どうも、激辛ジョニーです。今日も見直し、火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい。というわけで今回はですね、東京渋谷区にありますマレーシア料理屋さん、マレーアジアンクイジーンさんにやってまいりました。こちらですね、その名の通りマレーシア料理が楽しめるところを今回やっていくんですけども、皆さんマレーシア料理食べたことありますか？僕はね、正直そんな食べたことなくてあんまりイメージがないんですけれども、まあこれ簡単にね、マレーシアとはね、どういう、まあ、国かと申しますとですね、まあ本当に多民族多宗教が交わる国でして、話される言語もですね、マレー語、英語、中国語、はい、さまざまな言語が入り乱っております。今回はですね、こちらのね、マレーシアでよく食べられているちょっとね、うま辛料理を堪能していきたいかなと思うんですけど、今回はですね、ミーラクサと言われる、まあちょっとトムヤンクンみたいな感じの、メニューと、空心菜、カンクンブラジャンというね、空心菜炒めを、食べていきたいと思います。でね、この空心菜炒めに関してはね、マレーシアのポピュラーなね、調味料、サンバルソースでね、ちょっと辛みの効いた、激辛仕様でね、今回ちょっといきて、いただきたいかなと思います。おー、来ましたー。こちらがミーラクサ。はい、激辛ということで辛さ増ししていただきました。なんかね、見た目も匂いもね、ちょっとトムヤンクみたいな感じがしますけど、一応ね、このココナッツ風味で、ちょっとね、あとこう様々なちょっと香辛料で辛みを出しているということで、いただきましょう。いただきます。いただきます。さあ、ミーラクサ超激辛、お手並み拝見ですよ。ということで、結構効いてね。トムヤンくんだもん、完全にクリーミーというか辛みも結構効いてね。クリーミーな味わいなんですけど、辛みが後からバンとこうじわじわときますね。うまいね、これね。具材はね、油揚げにもやし、エビ、あとイカとか卵、あとなんかこれなんだろう、これチャーシューかな、これなんだろう。ちょっとこれいってみよう。いきます。なんかはんぺんみたいな。あ、すごい、ココナッツ風味がめっちゃ効いてる。限りなくトムヤンクンに近いですね。マレーシアとタイは確か陸続きでしたっけ、だからやっぱこう食文化もちょっと似てるという感じでしょうが、これうまいわ。カンクンブラジャン、はい、わー、美味しそう。激辛バージョン、激辛バージョン、うまそう。これ来ました、カンクンブラジャン激辛バージョン。 OK、 もう満タイ、もう満タイ、グッグッ、一番最高、最高ですね。エビが入ってますね。さ、ピーマンかな。いただきます。あ、結構パンチ効いてますね。こっちより全然こっちの方が辛い。結構刺激的に、まあちょっと、まあ激辛にしてもらってってもありますけど、
やっぱこのサンバルソースっていうのはかなり辛みが強いね。こちらですね、唐辛子とブラチャン、ブラチャンというのはね、エビのペーストですね、の刺激的なソースで炒めた空心菜ということで、この料理に使われるこの香辛料サンバルブラチャンというのはですね、これマレーシアではおなじみの調味料になってくるんですが、これね結構激辛で独特の匂いがあるということで、辛いなこれ、でも美味しい、うまいね、でも美味しい、広がらない、怖い、これ刺激的だ、そしてミーゴレン、こっち食べてこっち食べると余計こっち軽く感じますね。これ辛いんだよ、これが、これ結構辛い、そうだね、エビがプリプリうまい、スープうまい、カンクンブラジャー、ごちそうさまでした。それではカーサレブの発表していきましょう。マレーアジアンクイジンさんのミーラクサ、カーサマシとクイジンサイ炒め、激辛、はい、ちょっとそれぞれ発表していきましょう。カーサレブ、じゃららじゃん、カーサレブ7と8です。ありがとうございます。はい、ミーラクサが7、クジンサイが8ということでね、限りなくね、このミーラクサはね、このイメージ的にはね、こうトムヤン君と似てる感じがするんですけども、まあね、今ちょっと店員さんとちょっと話してて、まあ、ちょっと違うんだよと、ちょっと説明を受けましたけども、ちょっと今頭で解釈して、僕の口から喋るのはちょっとよく分かんなくなっちゃうと思うんで、一応ねちょっとブログの方に書いておきます。はい、非常にこうココナッツ風味がねこう入ったね、こうクリーミーでコクのある味わい、しかし、ね、こう食べた後にですね、辛みがじわじわと口の中に広がってきます。はい、エビはプリプリでエビの出汁が効いて非常に美味しかったです。美味しい、好き、ミラクサ好き。そしてこちら、続いて出てきたこのね、カンクンブラチャン空心菜炒め激辛ということで、マレーシア特有のね、伝統の調味料サンバルソース
だいぶ聞いてましたけどね、話さっき聞いたところによると、これねマレーシアの唐辛子チリバディというものをこう使っておりまして、非常に辛かったね、口の周りがビリビリとさらにね刺激が強くなってきました。マレーシア料理はですね、別にここまでね空心菜炒めを、まあ、こんな激辛にはしないですか。僕激辛料理ですから、ちょっと特別にちょっと辛くしましたけども、通常はね別にあのマレーシアに関してはね、そんな激辛料理って本当はねそんなにないです。今日こんな感じでね、マレーシア料理、うま辛から激辛料理、食べましたけれども、まあ2021年にはですね、ちょっとこうマレーシアあたりでね、激辛遠征行きたいかなと思ってるんでね、今日はちょっと下調べのつもりで、やってきました。はい、というわけで、今日はこの辺で、またね、バイバーイ。